こんにちは。こんにちは。今日出張帰りで元気いいやん。ちょっと疲れてるけど。今日どこ行ってきたん？今日名古屋へ。じゃん。ヤンフェア。はい。糸の展示会行ってきたん。一年に一回愛知県である一宮かな。うん。はい、行ってきました。今日も玉木さんって言ってくださる方に出会いました。今これ帰ってきたばっかりです。3時間車で運転して行って、もう見て1時間ぐらいじゃない、大体1時間半ぐらいいたかな。でまっすぐ車でビーって帰ってきて今です。ご苦労様です。はい、楽しかったです。で今日はビッシュ、これの感想をちょっと簡単に、うん、ヤンフェアの感想を。久しぶりにちょっと何年かぶりかに行ったんですけど、あれだな、結構面白かった。うん、なかなかほら糸の作り方とかのこだわりの人たちと喋る機会ってないじゃない、うん、今日はね、なんかパッと見ブースの作り方とかそういうところとかで、うん、あ素敵っていうところももちろんあったんだけど、うん、畑巻さんっていう人に出会って、うん、実は僕西脇にも行ってますという人がいて、でも糸正味でも今のアパレルとかでさ、うん、糸から選んでるアパレルなんかいるんかな。もう生地に出来上がった生地を見てのサンプルスワッチ見て、うん、多分選んでるある、みんな大体、うん、そうかな。糸の番手がどうたらこうたらまで言ってるかな、みんな。まあ、今日の展示会は書いてはあったけど、置いてるのはやっぱ生地サンプルとかに編み地サンプルは多かったね、うん、糸で置いてないところもあった。だからやっぱ意図ではわからない人が多いから、うん、そうしてるんだなっていうのは見ててちょっと感じて、うん、意図で見たいのにってちょっとクレーマー言った、うん、意図でこう触ってみたかったのになんでわからないんですかとか言ったから、でもなんか話もできて防石工場見せてもらえるみたいな話にもなったし、うん、なんか日本のものづくりでまだまだマニアックな人たちはいて面白いなっていうのは今日の感想です、うん、まだまだじゃあ、うん、日本のものづくりの未来は明るいってことで、はい。で今日はなんか自己紹介がどうだなって言ってたよ。あ、そうそう、YouTube を、うん、まあ、1ヶ月ぐらい経つ、もう2つ、まだ1ヶ月以上経つ、1ヶ月ぐらい経つんか経って、あれ自己紹介ってしたっけと思って、ほらワッチームとか、うん、ショップとか、うん、ワッチームの代々ですとかってやったけど、うん、自分たちで最初にやったっけ。やってないんじゃない？なんかそのこれっつって自己紹介はしてないような気するけど、うん、そうなんだ、だからちゃんとしてどうぞ。玉木二目の取締役の酒井です、うん、はじめまして。はじめまして。一周以上。以上じゃない、ちゃんと言って。何を？志とか。玉木二目を全世界に広めるために、うん、日々考えています。玉木二目を全世界に広めます。以上。いや、いいけど、うん、どうやって。どうやってっていうか、そりゃでもいろんな人に知っていただいてじゃない。そうね、もう一人でもやっぱ多くの人に、何があって、やっぱりその今 SNS とか、まあ、もちろんそのメールな、そういう電子機器とかいろんなそういうデジタルなものってあるけど、うん、やっぱ強いのって口コミやよな。まあ、どの手段を使っても結局口コミだからね。そうやな、結局それで地上波を使おうが、うん、口でなんていうの、本当にここで今伝えようが、電話で伝えようが、メールで伝えようが口コミじゃない。いや、だから結局リアルな、うん、コミュニケーションが強いなっていう。そうだね、 CM 出すとかそういうことよりも、まあ、もちろんあれでその刷り込まれたりはするけど、うん、刷り込まれた結果、なんか最近どうのこうの CM いいよとかっていうのも口やん、伝えるのはね。そう、コミュニケーション、うん、だから結局、うん、そうやな、だから僕らも全世界に広めていくのも、うん、これから多分いろんな人に出会うやろうから、うん、そういう人たちに、まあ、玉木二目のことを知っていただいて、はい、まあ、宣伝していただくというか、またそのまた別の人に伝えていただいての繰り返しを、まあ、地道にやっていきたいなと思っています。もう今どういう手段を使っても、もちろん加速度的にその増やすこともある手段、そういう手段もあるけど、うん、
なんか最近そういう手段もちょっとなんかこう味気ないなって気がして、それやったら本当に一人一人確実になんか自分たちのこうやっていることとかこれからやっていきたいことをしっかりと伝えていって、その人が共感してくれた上でまたさらにその広めてっていうよりも広めてくださいっていうのも広めたくなるような、これからついつい言いたくなっちゃうみたいなような取り組みをしていければなと僕は考えています。以上です。もともとスタートが2人で始めました、はい、そうです。もう13年ぐらい前になるんですけど、はい、その頃は私本当人が苦手で、まあ、その頃は人が苦手というよりも何ものづくりも今もまあストイックやけど、うん、ストイックのまた方向が全然違うくて、まあ、鳴かず飛ばずやったやん。いやもう模索よ、あの当時は。まあ、模索はいいけど、その本当一銭にもならない模索やったよな、あの時。 今でこそそのもちろんそれ違う違う、あれがあったから今があるんよ。いやいや、もちろんそうやけど、うん、でもあの時本当空に、あの時売れてたらもう最悪やったよ。いや本当に、いやそれはそれでまた別の道があったやろうけど、でも空に困ったよな、あの時は。困ってはないけど、私は困ってないけど、けどでもなんかこう、まあまあいろいろ大変やったな。まあ、あれはあれ楽しかったけどさ、いろいろ自分も自分でなんかいろいろとこう創作っていうか、なんかこうクリエーションできたし、あの時はあの時楽しかったな。あれはあれやな、うん、あれはそれがあるから今があると思うし、うん、その本当に地道な積み重ねが良かったとは思って、うん、全然後悔はないのと、うん、あとはあのあれかな、あーなんて言ったらいいかな、ずっと実験を繰り返してきてるやんか。繰り返してきてる。それの結局失敗も何回もしてるし、うん、何回も修正して何度も何度もこう更新してってるけど、うん、なんか引っ越ししてここで西脇のアトリエが大きくなった時に、うん、もうなんか達成感満載になったってことと、うん、ちょっと疲れた感じと、うん、なんか、こんなことがやりたかったんだっけみたいな時期あったやん私、うん、だからそこから去年ぐらいまでやっぱりちょっといろんな情報が入りすぎて、うんうん、まあ、どちらかというとインな情報が入りすぎて、うん、なんか自分の中でもすごく見えない時期があってん、うん、なんか悶々としてたよな。なんか、まあ、もちろん地球ちゃんのためで今でも思ってはいるけど、うん、でもなんか究極何もせん方がいいやんっていう感じになってきてん、うん、まあ、ビジネスとかその大きくするとかに何の意味があるんとか思ってきたこともあったりして。でもまさにそうで、ちょっと話それるかもやけど、うん、例えば、うん、1000億円儲けてるとこでも結局利益率がある、利益率っていうかさ、その結局純利益が悪かったらさ、例えばそれで1億円で 50% 10億円で、例えば10億円だよ、 50% の利益を出してるとこよりも 50% の利益を出してるところがあったとするやん。でそれで100億円でそれこそ 10% 1% の利益しか出してないところがあったとするやん。みんななんかほら売り上げがでかいイコールすごい会社みたいなのになってるけど、実はそうじゃないよな。全然違うよ。あのもちろん売り上げが今日は規模が大きいから、そんだけ人雇ってるんだからすごいなと思うけど、そうそうやけど、実はそういうところで見るんじゃないんですよっていうこと。余談ない。でも結局はでもさ、もう会社規模とかもどうでもいいね。いやどうでもいいよ、極論はよ、うん、ただもうどんだけもちろん大きくするした方が全然やりたいことも増えると思うしできると思うけど、うん、じゃあ何が幸せなっていうところに最終、うん、きれい事とかじゃなくて、うん、っていう気になってきて。いやでもだから幸せっていうよりも結局、じゃあ明日死ぬとするやん、今死ぬとするやん、うん、その時に後悔はない。まあ楽しく生きてるからな私らはな、うん、でも起業した時の最初はそれやってん、うん、分かる。企業いくらの売り上げにしたいとかじゃないし、うん、どんだけの利益を出したいでもなくて、うん、面白いことしたいやって。俺もそうやったな。日常の毎日を楽しくしたい、もうそれだけやったのに、めっちゃ苦しかったん何年か。それはもちろんものづくりで苦しんだこともあるし、うん、あのただでもその何て言ったらいいかな、苦しみは苦しみでもいろいろあるやん、うん、なんか乗り越える苦しみっていうのじゃん、うん、葛藤して最終的にやったってなる、うん、その苦しみは、うん、やっぱやったがあるから
やれるやん。出口のない苦しみみたいな感じ。なんかどこに向かってったらいいんやろとか、見えないトンネルを歩いてるみたいな、うん、あ、出口のないトンネルを、うん、こうもやの中歩いてるみたいなのがちょっとしばらく続いた時があって、うん、なんかその頃は完全に私今思えば、あ、迷路に入っちゃってたんやなっていうのは思う、うん、その時はなんか売り上げ目標っていうのもおかしいし、なんか面白いもの作りってなんやろとかいう時もあったし、うん、それが結構いろんな人からの多数決の情報によって振り回されちゃったと思って、うん、自分が本来やりたいことじゃなく、みんなに多数決して、それはお客さんも含めてやけど、うん、みんなが幸せになるようにせなあかんから、みんなの言うこと聞こうと思ったら自分がなくなったもんで、うん、一番あかんやつやな。そうしたらもうなんか、え、何が正しいんやろってなってしまって、うん、もう迷路になっててんけど、まあ何か聞き忘れたけど、うん、パンとこう自分の中で、あ、ちゃうちゃうと思って、多数決ちゃうってなって今が、まあ、なんせあれやな、その最初もそうやけど、自分が今楽しいと思えることを、うんうん、やる。一点物量産主義変態ものづくり集団、それが玉木新芽。